高潮。はい、バカ。いやー、待ってました。よっ、ひなまつ、憎いね、この。へへへへ。で？ああ、そうでした。ここです、ここを見てください。海面、盛り上がっていますよね。うん、確かに。ここはちょうど台風の真下だ。そうなんです。先ほども話したように台風の中心気圧は低いため、空気が持ち上げられるように海面もキュッと上に引っ張られます。それがこの盛り上がりか。はい、台風の中心気圧が1ヘクトパスカル下がると海面は1センチ上がると言われています。つまり100ヘクトパスカル下がると1メートルも上がる。これを吸い上げ効果と呼びます。確かに海面が高いと波の頂上が高いってことだから危ないな。しかも台風には風もありますので、陸に吹きつけると海岸に近づくにつれ波が大きくもなります。これを吹き寄せ効果と呼びます。これは危ないよ。台風の海には近づいちゃダメ。せやで、あんたらもやで。確かに。では戻りましょうか。